サイコだけにガム3個。Welcome to Ted Hammer TV and here's your host Ted Hammer。 どうもアメリカ総中ヤマト魂ことテッドです。新春2発目の動画ですよ。と言っても2発なんですよ。まあ、前回の動画で言っていました、あのカメラ向こう側の食画の山なんですけども、またさらに大きくなったような気がします。とりあえず早く撮影していかなあかんなと焦りまくってる今日この頃です。というか皆さん、本日はあの超大物シリーズからあの怪物模様スーツがついに登場します。それではいつものあれやりましょうか。それでは Here we go。 今日はマジでかいよ。よっしゃ、バンダイモビルスーツガンダムアサルトキングダム MRX009 サイコガンダム。改めてご紹介いたします。破格の稼働性能を誇る食玩シリーズアサルトキングダム、そして今回は2015年2月に発売されたアサルトキングダムネオジオングに続く巨大食玩シリーズの第2弾サイコガンダムの紹介です。それにしてもでかいですよね。まあ通常のアサルトキングダムはこれぐらいの大きさですんで、まあその巨大さを物語っています。はい、それでは早速開封していきましょうかと言いたいところなんですけども、皆さん、あの前回の動画ご覧になりました？あの時にこう言ってましたよね。実はですね、先日開封動画撮影したんですけども、痛恨のエラーでカメラの操作ミスをしてしまったんです。はい、ということで皆さんもう分かりますよね。あのもうすでにですね、開けたんですよ。あの時撮影失敗しましたよね。あの同じ時にですね、これの開封を撮影してたんですよ。見れるもんじゃありません、はい、ですので今回は出来上がったものをお見せいたします。それではね、でかいっしょ。これでも食玩って言うんですよ。まあ確かにガンマン3つついてますけどね。サイコだけにガム3個。まあね、この全高約 200mm のサイコガンダムはまさにモンスターですわ。ただ先ほど言いましたアサルトキングダムネオジオングと比べますと到底及びませんわ。だってこっちね 400mm ですかね。40cm 40cm、 後ろにいてもですね、もうフレームアウトしてますから、ね、これぐらい下げないと、うん、これでもかなり下げてますよ。でこれも食玩ですからね。もう考えられへんし、もうこれバンダイさんやりすぎですせ。はい、それでは早速ですね、細かく見ていきましょう。 Ted Hammer TV。 はい、それではこのサイコガンダムをじっくり見ていきましょうか。いやーでもさすがにですね、フォルム美しいですね。よく仕上がってると思います。頭部といい、胴体、足ですね、もうほんま各パーツ素晴らしい出来です。やっぱりですね、アサルトキングダムの最大の特徴なんですけども、ガンダムコンバージと違いポージングは自由にすることができるんですよね。例えば困難とか、あと困難とかね、あと頭部ですがアンテナ稼働できます。一応固定式のアンテナも用意されてます。でこの拡散メガ粒子砲3連チャンしっかり塗られてます。いかついっすね。でシールドなんですけども、これはねこのように分けることができます。それでここにある接続パーツでこうやってシールドをバックパックにマウントすることができるんですよ。しかもこうやってですね動くことも可能です。凝ってるよね。はい、それでこれを一回ぐるっと回していきましょう。前から横反対そして後ろ姿で、今回サイコガンダムの最大の特徴は変形にあります。それでは変形。できた。ようやくモビルフォートレス形態の完成です。いやーもうね、ちょっと変形がですね、なかなかちょっとうまくいきませんでしたね。確かにですね、変形時の脚ブリンク機構の再現と頭部、手首の収納はですね、非常によく考えられてるなと思うんですけども、いやーあのね、なかなかはまらないんですよね。まあ私が下手なんだけかもしれませんけども、特にですねこの腕の接続部分がですね、なんかしょっちゅう外れたりするんですよ。
いやー、これが難しかったですね。まあ、そこで手こずりですね、あの時間がかかってしまいました。いやー、でもかっこいいですよね。今にもですね、これがふわーっと浮かび上がり、あの例の重いテーマ曲が流れそうですわ。ドラドラドラドン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 。いや、おっさん遊んでますわ。はい、それではこれもですね、ちょっと一回ぐるっと一周回していきましょう。前から横、反対、そして後ろ姿。それにしましてもすごいですね、この変形機能もちゃんと再現してますしね。いや、バンダイさん、あっぱれやと思いますね。やっぱりこの2体がですね、揃うとあれやりたいですよね。ということで、わっ、あのシーンの再現ですよ。やっぱこれをやらんといかんよね。それでアクションカムでぐるっと見ていきましょうか。はい、それでは接近していきますね。どれどれ、おー、超接近。はい、ぐるっと回っていきましょう。あー、はい、下から舐めていきましょうか。おー、素晴らしいわ。はい、そして反対側ね。やっぱり叫びたくなるよね。フォー。はい、そして上から、パリーです。テッドハマー TV。 はい、ということで皆さん、いかがでしたでしょうか、今回のレビュー。いやー、それにしましてもですね、ほんまようできてますわ。でもね、やっぱり引っかかるんですよ、この値段ですね。こいつとガム3つで、このね、ネオジオンと全く同じの9990円なんですよ。もうびっくりですよね。もう笑うしかあらへん。いやー、でもね、まあね、最後ガンダムといえばですね、私の中でも結構思い出のモビルスーツですので、まあよしとしようね。でも皆さん、あの、もうご存知の方もいると思いますけども、もうすでにですね、この巨大シリーズの第3弾も発表されてるんですよね、クイーンマンサー。どうしよう、もうちょっとな。しかもですね、値段はですね、あの9990円どころじゃないでしょ。もうね、もう1万超えしてますよね。いや、ちょっと今回パスかな。まあね、もう欲しいのは欲しいんですけどね。いや、もうちょっと財布ね、ちょっとお小遣い制ですね。もうカツカツなんですわ。おそらくこれ注文したらですね、もう嫁にしばかれると思います。いや、もう笑い事じゃない、笑い事じゃない。でもやっぱりですね、こいつ見てるとですね、あ、やっぱり買ってよかったなっていう気がします。でもバンダイさん、もうね、ちょっとこれ以上高くすんのはちょっとやめてください、ほんまにね。はい、ということで今回はですね、アサルトキングダムのサイコガンダムのレビューでした。それでは皆さん、次のアップまで See ya! Bye!コンバージュあるのにな、アサルトキーナフィカーと思ってたところやのに。え、あ、どうも。なんやった、っていうか、また